はいどうもコンシェルジュです。あのね、処女の話をしようなんだこの動画。バージンですよ。バージンの話をしますよ。あの男ってね、基本的に処女中なんですよ。あの処女が好きなの。他の男に怪我されるの嫌なの、うん、要はあのエッチ的なこと。だから世の中のそのある程度若い男たちで AKB がなんちゃらとかってね、ももクロがなんちゃらっていうのは処女性を求めるでしょ。アイドルが好きでしょ。アイドルは男といろいろしちゃダメなわけでしょ、うん、そういうことなんですよね。で、こっから恋愛の話、復縁の話に持ってきますけれども、まず女の子に言いたいのは、男のその処女を求める気持ちっていうのをまず理解してください、うん、で、これを分かってるとすごくね、テクニカルなことができるようになって、何ができるようになるかっていうと、例えばね、男とどっか行った時、それはその例えば自分の好きな男でもいいし、一回別れた元彼でもいいんだけど、自分のその好きな男とどっかデートしに行く、どっかにデート連れてってもらった時に何を言うかっていうのが決まってくるんですよね。もうこれはもう確定なんですよ。まず言わなきゃならないのは、こんなとこ初めてです、こんなの初めて路線ですよ。これがね、僕もにやけてっけどさ、今さ、嬉しいよね、やっぱね、男としてはね。連れてきて、どっかにデートに連れて行きました。え、こんなところ来たことない、初めてって言われた時に、持ってかれるよね、魂ごと、その女に。こいつ好きってなるでしょ。それなぜか、初めてだから。うん。こんな経験初めてっていうのが男は大好きなんだよね。エロと絡めてんだよ、今。でも、その男って基本的にエロ思考あるから、そういうこと言われると少女ゲットしたっていうのとほぼほぼ同じレベルの快楽が感じることができるんだよね、男っていうのは。だから女の子はどっかデート連れて行ってもらった時に、そこが何回も行ってるところじゃないんであれば、え、こんなところ来たの初めてなんだけどとか、え、こんなの見たの初めてすごいとか、そういう表現をして初めて感出すってこと。何これ見たことない、何これやったことない、何これ聞いたことないね、初めて初めて初めてすごいっていうのがね、男は喜ぶので、そういう喜び方をあなた女の子はしてください。そうすると男は結構持ってかれます、心へへんってなります。この女を俺色に染めてやりたいみたいなことを思いますね。で、次は、男向けアドバイスなんだけど、男はそういう処女中じゃないですか。簡単に言うと。バージン好きじゃないですか。基本ね。肉体関係であれ、肉体関係じゃないデートとかでもあれ、こんなの初めてって言われたら、ふんってなるのが、やったぜってなるのが男。でも女の子は違うんですよね。女の子は別に、その、彼の童貞を奪いたいみたいな、そんな全くないからね。全くないので、女の子的にはよりね、レベルの高いこなれたっていうのは売れるってことね。完成されたこなれた感じのある、よりレベルの高い、まあそのおじさんすぎてもいけないけど、ある程度大人の男を求めていく感覚があるんですよ、うん。だから簡単に言うと、あれ、白馬の王子様の話したでしょ。女の子は白馬の王子様願望があるわけです。で、ただ白馬の王子様一人で満足してないの。常にさらにもっとかっこいい白馬の王子様が来るんじゃねえかなっていうことを軽く頭の中にあるので、で、それがあれば、そのさらにかっこいい白馬の王子様が来れば、若いうちは行っちゃうんだよね、そっちに。男は愚直に愚直にもう自分磨きしていくしかないです。これ分かりやすいよね。女はより白いね、より白い白馬のに乗ってるより素敵な王子様を常に求めてるんですよ。で、その王子様が当然その男の魅力あるわけだから、それね、恋愛経験もある程度こなしてないといけないの。じゃねえとあとふたなるんだから、デートの時にそんな男と付き合いたくないの、ね。男は逆でしょ。デートの時にドギマギしてて、どうやって動けばいいか分かんない女見てるとふんふんってなるでしょ。可愛いなこいつみたいな、俺が初めてなんだな、やったってなるじゃん。でも女の子は別なんです。デートの時にドギマギしてて、俺初めてなんだよねっていうような、デート初めてなんだよねっていう男に対して何の魅力も感じないんです。ですから、ある程度しっかりね、自分磨きをしていって、他の異性とも交流して経験値上げてって、さらに白い白馬に乗って登場しないといけないっていうことなんですよ。これは頭の中に入れておいてくださいね。女の子は初めてでいい。
女の子は全てに関して私こんなの初めてでいいんです。男はこれダメなの、当然だよね。そんな男嫌でしょ、女の子。ラブホとか行ったことないとかっていう男嫌じゃね。普通にさ、じゃあちょっとホテル泊まってこうっつって、普通にホテルに入って、でパパパッと、まあ部屋選んで寝ようぜっつってやってくれた方がまだマシでしょ。その方がまだその安心感あるというか、こなれた感とかあるじゃないですか。あ、なんか大人なのかなってなるでしょ。かっこいいかもとかってなるんじゃないかな。どう？そうだよね。だから男はどんどん経験して、でその何でも余裕で対応できるぐらいの大人の風格をなるだけ、そのなるべく早く身につけて、でその変化幅、自分磨きする前と自分磨きした後のこの変化レベルの度合いをもうなるべく大きくつけておいた方がいいです。はい、っていう話をしました。今回は以上です。恥ずかしい話だった。はい、コンシェルジュでした。ではまた。